1964年の開業以来、約50年間死亡事故を起こしていない新幹線。2004年、新潟県中越地震 M6.8 直下型の際に初めて脱線事故を起こしましたが、その時にも死者・負傷者ともに1人も出ることがありませんでした。フランスのメディアなどからは、脱線地点の高架線が崩れなかったこと、それ自体が新幹線の安全性を証明しているなどと評価されたそうです。速度や快適性など新幹線の素晴らしい点はいくつもありますが、最も評価されるべきはこの安全性なのかもしれません。翻訳元のスレッドでは、運用開始以来50年間重大な事故を起こしていない、この事実をもとに外国の皆さんがワイワイやってらっしゃいました。